つくばヘリポートは、茨城県つくば市場境992番地にある公共用ヘリポート。県の指定管理により、日本空港コンサルタンツが運営している。つくば市の北東部の上境にある公共用としては、茨城県発のヘリポートで、東京までの飛行時間を20分ほどで結ぶ位置にある。防災、警察等の行政用途のほか、民間運行者の人員輸送、 航空写真撮影、農薬散布等の拠点、森屋市や下妻市などの近在のヘリポートからの訓練機、報道用ヘリコプター、つくば山頂のアンテナ基地補修のためのヘリの着陸地として利用されている。運用時間は午前7時から午後7時である。ただし、日没後は離着陸不可である。施設は敷地面積約3.1ヘクタールの中に長さ35メートル。 幅30メートルの滑走路と大型機、小型機のバースが備わっており、その滑走路は最大離陸強度9トンの強度を有し、機体全長26メートル以内のヘリコプターの離着陸が可能である。また、パイロットの休憩施設や乗降客待合所が設けられたターミナルビルとヘリコプター4基分の格納庫も同式地内に併設される。 茨城県の空の公共交通基盤整備の第一歩として1988年度から調査が始められ、1990年度よりヘリポートの工事に着手。1991年7月23日に開港した。開港時の建設費は約7億8000万円。開設の計画策定時には、水戸地域とともに、 ヘリポート建設が策定されたが、用地確保等の問題から、つくば市が優先され、水戸地域については結果として百里飛行場民間、共用化計画の中に放含されることとなった。2005年度の着陸回数は1379回。 茨城県作成の2003年度の公共施設別の行政コスト計算書では利用者1人当たりのコストが24,434円と最も大きかった。1991年に航空関連商社のエアーサプライが出資するジャパンエアネットワークが東京ヘリポートとの間で通勤用定期便を計画したことがある。成田国際空港との間のコミューター、 路線就航計画もバブル経済の頃には存在した。中日本航空が利用していたこともあったが、撤退している。ヘリポート周辺は他であり、学園東大通り沿いにある大きな案内看板に従って、ヘリポートへ向かっても自動車がすれ違えないような道幅の狭い区間もある。アクセス道路整備計画が宙に浮いたのが原因である。ABCD、飛行20分。 東京都直結つくばヘリポート、茨城新聞、1992年1月3日付日刊、3面。ABCDFG e 本書店レポート部編、25ページ、市長公室広報課編、9ページ出展、1991年7月24日付長官日本経済新聞、出典、2004年12月15日付日本経済新聞。ただし、防災。 救急、警察等の用途がある施設は一人当たりコストは高くなる傾向がある。出典1991年1月10日付、日経流通新聞。ありがとうございます。